ボロニンはポーランドの元陸上競技男子短距離選手である。モスクワオリンピックの 4X100 メートルリレー銀メダリストである。被告人選手では突破は不可能されていた10秒の壁に何度も肉迫した成績を残し、1980年代に最も活躍した白人の男子短距離選手の一人である。1956年8月13日。 ポーランド・マゾフシェ県出身。1970年代半ばから1980年代半ばまでに活躍した選手で100メートルを得意とした。ポーランド代表として1976年モントリオールオリンピック、1980年モスクワオリンピックと2大会連続で出場。1980年モスクワオリンピックでは男子100メートルと200メートルの両種目で、 決勝進出し、いずれも7位に入る検討を見せた。4X100 メートルリレーではアンカーを務め、銀メダルの獲得に貢献した。1983年の世界陸上ヘルシンキ大会でも100メートルと400メートルリレーに出場。しかし、100メートルは2次予選敗退。400メートルリレーも決勝に進出したものの、6位に終わった。 1984年にワルシャワで開かれた国内選手権で当時のヨーロッパ記録となる10秒00を出した。また、ポーランド新記録としてもビエスワフマニアクが記録した10秒1を更新し、現在でもポーランド記録となっている。最盛期を迎えたボロ人であったが、1984年ロサンゼルスオリンピックでは東側諸国がボイコットを決めたため、 三大会連続のオリンピック出場とはならなかった。ありがとうございます。